体の順番を覚えるでんでん太鼓体操っていうのを今日やってもらいます。はい。肩をすごい回すイメージありません？ありますね。ちょっとこうタイムラグみたいな動きが入ってきますから。そうです。左シリーズなんで奥山流でんでん太鼓。なるほど。はい、っていうのをやっていきたいと思います。奥伝です。ここでブラーンっていきますよね。そう。プロゴルファーの福山です。俳優の黒田淳です。よろしくお願いします。最近練習できてますか？いや実はですね、はい、ボーリングのプロテストが4月にあるんですね。はい、なのでボーリングの練習はすごくやってるんですけど、はい、ゴルフの球は全然打ってないんです。あ、そうなんですか。はい、そんな黒田さんに、はい、室内でちゃんとこう体の順番を覚える、でんでん太鼓体操っていうのを今日やってもらいます。はい。あ、それは室内でできることなんですか？そう、室内です。ありがたいです。はい、今なかなか練習場に行けないんで。行けないですよね。はい、そう、忙しい人、まあ、いっぱいいると思うんで、はい、まあ、その人にも向けてもそうだし、黒田さんがいつでもこう左足リードを意識できるような、まあ、でんでん太鼓体操っていうのを今からやっていきたいと思います。はい、じゃあ意識改革ですね。はい、意識改革です。お願いします。はい、では始めていきたいと思います。はい、では始めていきたいと思います。でんでん太鼓を買おうと思ったんですけどなくて。あ、そうなんですね。ラケットで、はい、でんでん太鼓ってここに紐ついて、玉ついて、はいはい、こうやってやると、はい、でんでん太鼓こう振られてっていう表現でよくレッスンで使われてますが、はい、その表現だとこういう風になってしまって肩をすごい回すイメージありません？ありますね。これだと肩で打つことになっちゃうんですよ。なので肩で振らないためにも左シリーズなので足から動かして最後手が振られるっていう、そういうのをしっかり覚えてほしいんですね。はい、だから奥山流でんでん太鼓。なるほど。はい、っていうのをやっていきたいと思います。奥伝です。で、まず僕が説明します。はい、はい、このようにまず刺します。これが下半身の回転、はい、向きですね。で、これが肩の向き、はい、で、まずこのまま回転していくとちょうどバッテンになってます。はい、で、これだけ捻転差あるよっていうのもまず自分の捻転差を知ることです。はいはい、で、こっからちゃんと力を抜いて下半身だけ左足でリードしていくと、うん、このバッテンをキープしたまんま回転できてるんです。それを自分で感じ取るんですね。力抜いたら、これバッテンそのまんまだと。で、そうして腰が斜め45度ぐらいに向いたら、肩が遠心力で振られてきちゃうんです。そうするとここでこう回ってこの斜め45度ぐらいで肩と腰が合います。あ、ここで平行なんです。そうです。この前で合ったら大変なことです。なるほど。それは肩で突っ込んでることになっちゃうんです。だからこのようにバッテンでここで振られて平行で、そのまま肩が立っていくっていうのが普通の。この最後は追い越すんですね。追い越すんです。だから追い越すのはこの斜め45度以降追い越すんだよっていうのをちゃんと理解してもらう。で、これに後で手をつけてもらって、まあ、ここに置けないですけどしっかり足から動いてこうやって腕が振られる。うん、で、このさっき肩が追い越し始めるこの辺から手がこう出ます。はい、わかります。いつ手が振られるのかっていうのもこれで体感してもらう。はい、こういう動き、こういう優しい動きで日々順番を明日から全部連動して動いてるわっていうのを覚えてもらう。うん、なので早速やってもらいます。はいはい、まずここに刺してもらいますね。ベルト同士に刺して、はい、これで腰の向きが理解できますね。はい、で、ちょっとこう胸バッテンして、はい、そうですね、こうやっといてもらいますね。はい、それで、回転してください。回転すると、黒田さんはこれぐらいの捻転差があります。はい、
なんか実際見ると、あ、俺ってこれぐらい捻転してるんだみたいな意識ないですか？結構いってます。結構いってるんですよ、はい、だからすごい捻転の持ち主ですよ、はい、体柔らかい。柔らかいですよね、はいはい、で、ここからついつい肩を回しがち。行きたいですね。行きたいですよね、はい、こうやったら揃っちゃう、はい、これをやめて、このバッテン、ちゃんと足から動くことでキープして、でここで揃ってくれる、はい、でそのまま行くと振られてこうなる。あります。あー、すごい分かりやすい。ありますよね、うん、なんかこうちゃんと力を抜いてゆっくり考えながらやると、あ、ゴルフってそういうことかっていうのが分かってくるはずなんですよ。今まで説明されたことがすっごくこれで分かります。そう、だどんどんこの理解力を深める、今までたくさんやりましたけど、まあ、全部同じことについて言ってますから、これをしっかりやる。もう一回いいですか？すごくこれはっきりします。はっきりしますね、うん、ここでやっと揃う。そう、いいですね、はい、で、次腕やってもらって、これあるとちょっと腕振りづらいんで、ちょっと持って、はい、で、これブランブランしてもらって、まあ、一番最初は、まあ、右サイドにちゃんといてもらいます。これぐらい、これぐらいで右サイドにいて、で、こっから足動かしてそのまんま来て、で振られる、ここで振られる感じありません？はい、ゆっくりでも、こっから振られる感じありますか？この感じをやるんですね。振られる、これ振られるには本当にこれ腕力抜いてないとダメです。そうなんですよ、しっかり抜いて、はい、もう一回回してゆっくりブラーン、そうで、肩の捻転差をキープしながら、こうで、この体操しながらも黒田さんこう、あのゴルフのスイングイメージしちゃって腕硬いんですよ、まだ、はい、もうすぐ硬くなってます。だからこの間も構えた時に、はい、いやもう構えただけで硬くなるって言ってたじゃないですか、はい、その現象起きてるんで、もっと力抜いてこう、わかります？もう本当この、まあ、一番最初でこっちにキープするっていうことだけやって、あとは力抜いてるって言われる。そう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 、そういう振られ方、これが伝伝大の体操なんです、奥山流。そう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 、そう、そしたら振られますよね、はい、振られます。これ僕ね、勘違いしてたのは、はい、これが一緒にこういかなきゃいけないの？あ、違います、違います。そうじゃないです、そうじゃないです、ちゃんとこうやってもう腕は勝手に振られるっていう。あ、もうじゃあこれバラバラにこう、そう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 、いっていいです。そうするとすごくあの力を抜くって分かりますよね。できます。そう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 、そういう感じです。そうで、ヘッドが走るっていうのはここですよ。もう一回振ってもらっていいですか？ここでブラーンっていきますよね、はい、そしたらここでヘッドが走る、はい、よく左サイド走らせって言うじゃないですか。っていうのはこれで足が振られて胸回って最後に手が走って振られるよっていう。ここから先なんですか？ここから先なんですよ。今ね、こうやってみると、だから体使うっていうのはこういうこと、はあ、で手使うと右サイドになってるんですか？そうですね、手でやったらここでいますよね。こうなってます。そうだから、この意識の差をちゃんと埋めるっていうことがこの体操でできると。あ、そっか、筋肉にそれを埋め込まないといけない。そうなんです、その指令を、どう順番をどうすんのっていう指令を変えなきゃいけないんで、ボールずっと打ってると、まあ僕がずっといればいいんですけど、なかなかずっとそばにいられない。多分自分一人でやってたらこれずっと永遠に僕腕でこうなっちゃうんですよね、はい、だからこの下から本当に順番だって、で、あ、結果走るんだと、左側で走るんだっていうのが理解できれば、ちゃんとしたスイングになるというイメージですね、はいはい、このイメージをたくさんやってもらうっていうのが大事です。これだったらどこでもできますもん。できます、はい、なので、まあ、このイメージでちょっと打ってもらいましょう、はいはい、軽くでいいんで。じゃあまず最初僕がやってみます、はい、このイメージですね、はい、ちゃんとで前傾してこういう感じ、はい、ここからこういう感じ、はい、でクラブ持って、まあ、この辺から始めます。でさっきの足の感じのこう、はい、ありますか、まあ、出かけ力は入れなくて順番を覚えるだけなんで、飛ぶ飛ばないは関係ないと思ってください。でここまで上げて足でこういう感じ、あ、左サイド走ってるわっていう感じ、これが大事です。構えて、構えっこで
順番だっていう意識、これをちょっとやってください。まず体操から、はい、そうグラン、そうそうそう、で、あのだんだん腕固まってきてる、もう固まる、打つって言われた瞬間にすごいな、このすごいですね、ゴルフのね、はい、あのずっと悪いと瞬間ってなかなか治らないっていう、そう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 、もっとグランって、そう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 、全然止まるけど、なんかグランして、グラン、そう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 、それだけ、グラン、そう、でちょっと持ってもらって、はい、ちょっと素振りしましょうかなんとなく、そっから、そう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 、なんかこう力みいらないんで。で、力むと固まって動いちゃうんで、まずこのスローから、はい、で、打ってみましょう、グラングランですね、そう、なんとなくグラングランです、そうそうそう、そういう感じで、そうすると映像で見るとちょっとこうタイムラグみたいな動きが入ってきますから、そうですね、はい、今のも今の入ってるんですよ、そう、そのイメージですね、そう、いい感じです、なんかいい感じに上から入る気しません？いや、すごくね、あの本当にこんなに力入れなくていいんだって、うん、再認識しました、そうなんですよ、どんだけ俺入れたんだって本当にこの場所で、その場所で力抜いて、そうそうそう、ほら、あれなんかスムーズなんだって、すごい足元遅れてきて、ほら、あー、ね、ほんとだ、で、リリースもちょっと遅くなるじゃないですか、はいはい、で、振られると、こういうことをやりたいんですよ、全然違いますね、だからこれを筋肉に覚えさせたらゴルフ変わると思いますね、変わると思います、そうなんです、僕今までだとこの角度がすぐにこうリリースしちゃってたんですよね、はい、今の映像見たらちゃんとここまでキープますよね、そうそう、ここから先でちゃんと振ってますね、そう、だからこの動かし方でスピードを上げるっていう脳みそに切り替える練習がこれなんです、はあ、でブラブラでやって、だんだん力を入れていって、どれぐらい力を入れた時にリリース入っちゃうのかみたいな。あ、そうか。だからそこのなんかこう自分で入れすぎる部分っていうのはいらないところなんで、まあ、そこはちゃんと意識しながらっていうのもやっていきます。そうですね。まあ、例えばこれ9番アイアンなんで、はい、130ちゃんと飛ばさなきゃいけないと思ったら急に俺変わってると思うんですよ、スイングが。ですよね。ガチガチになって。そう。飛ばしに行こうと思って、うん、だから軽めから覚えてる、そう大事ですね、もう一回やってみましょう、はい、軽めブラン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 で、そう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 、こういう感じ、これをずっと練習してるんですか、ずっともう本当にこれで終わる日があっていいっていうぐらい癖を変えるんですよ、ゴルフの練習って何するかって癖を変えるために練習してますよね、いい方に、演技でもそうじゃないですか、より大きな演技そうじゃないこれな、より大きな演技になるために変えていくわけじゃないですか、だからゴルフも順番間違ってるっていう意識を変えなきゃいけないから、でそれってどういうことっていうのを今再現しなきゃいけないっていうのが大事なんですね、で一回軽くでいいんで大きなスイングしてみましょうか、フルスイング的な感じ、フルスイング的な大きさのちょっと緩いやつでできるかな、やっていきましょう、そう、できてるできてるできてますね、いい感じいい感じ、こういう感じなの、そう、なんかちょっといつもより遅れてる気しますよ、あのヘッドが遅れてきてますですよね、そう、それが大事なんですよ、そう、軽くで、そうそうそう、いい感じいい感じで、もう一回見てみると、こうやってこういう感じ、こういう感じ、あーまあほら、あー本当だ、ちゃんと、ね、キープされてますよね、ほら、はい、いいですよね、脱力してるからフィニッシュもフィニッシュも大きいですね、このスイングになりたいです、なりました、もうなってます、いやいやこれ多分ちゃんと打てって言われたら全然違うスイング、そうだからこそこれ順番覚えて、そのあのいつもやっちゃういけない部分のいらない筋肉の力があるんですよ、はい、そこに気づくことです、これやっておくと、あ、なんかいつもはもっと違う腕のこの辺に入れ込んでるなっていうのが
発見できるようになってきます。これからずっとやれば、いやもう確実にちゃいます、はい、腕の脱力感ですよね、はい、だからその感じを全然大丈夫体操、はい、ね、奥山式を奥山式やっていただければ、はい、だんだんこう意識改革ができると思うので、ぜひ、ね、これ本当に場所選ばないどこでもその運動、全然大丈夫の運動ができるようになります、はい、皆さんもね、これで、順番を覚えれば手打ちがだんだん薄くなっていつの間にか消えていなくなってます、はい、この感じで頑張ってください。